ただいまスタートを切りました越後里乃選手は兵庫県立播磨農業高等学校から日本大学のスポーツ科学部競技スポーツ学科に進学をいたしました2年生乗馬歴12年目となります選手です。共に走ります当月は東京大学からの提供馬です。当月は北海道で生産されましたサラブレッド種15歳の選馬です。現在7番障害まで落下が2つありまして、そして落下が3つに増えまして、現在減点が12の越後選手です。そして9番をクリアし、最終のダブル障害です。 A クリア、そして B 落下でゴールします。